船、孝孝兵は、将棋騎士。井上啓太九段門下。騎士番号は281。兵庫県加古川市出身。兵庫県立加古川東高等学校卒。祖父に教えられて5歳で将棋と囲碁を始める。当時は、将棋が好きというよりも祖父が好きだったという。小学2年時、同郷の井上啓太が師範を務める、加古川将棋センターに入会し、 将棋に打ち込む。1998年、加古川市立東関旗南小学校5年の時、第23回小学生将棋名人戦で、準優勝。決勝で負けた相手は、一学年上の高崎一世である。この期の出場者には、他にも後に、プロ棋士になった者が多く、船子も西日本大会で、牧野光則、糸谷哲郎に勝っている。その年の秋に、 井上の弟子となり、六級で、関西奨励会入り。加古川市立換気中学校二年だった2001年の6月には一級へ、昇級する。そこまでは、比較的順調であったが、初段商談まで一年9ヶ月、二段商談までは、約二年を要す。三段リーグには2006年度前期から参加。同じ井上門下の弟弟子である、稲葉明、菅井達也に先を越され、 早く追いつきたいと思っていた。2010年度前期3段リーグは14勝4敗が1名、13勝5敗に、船子を含み4名が並ぶ結果となったが、船子は前回リーグの最後に粘りの4連勝で12勝6敗としていたことが結果的に大きく、リーグ標準上位により2位となり、佐々木と共に4段商談を果たす。 2011年に創設された、加古川青流戦で決勝へ進出する。宮本博士奨励会三段との三番勝負では、関西将棋会館で行われた第一局こそ落とした、ものの、加古川市で行われた第二局、第三局を連勝し、地元主催の棋戦の初代優勝者となった。2012年1月5日、2013年に実施される、 第2回電王戦のプロガー代表に選ばれる。1月14日、第2回電王戦がプロ騎士隊コンピュータの5対5の一斉対局となることが発表された。2011年度の第70期順位戦では、初参加にして C 級2組で10戦全勝の成績を収め、C 級1組昇級及び5段昇段を決めた。 順位戦 C 級二組の一気抜けは1989年度の屋敷信行以来22年ぶり、10戦全勝を伴うものとなると1985年度の富岡、英作以来26年ぶりの快挙である。2013年4月6日、第2回将棋電王戦、第3戦で、コンピュータ将棋ソフト、筒かなと対局、184手で敗れた。 同年12月31日、つつかなとのリベンジマッチに85手で勝利し、雪辱を果たした。2018年度の第77期準一戦では9勝1敗の、好成績を挙げるが、順位が上の杉本正隆、近藤誠也も、同成績だったため、同成績だった藤井聡太と共に、B 級二組への昇級を逃した。デビュー時のインタビューで、拒否者等、 切り込むのが好き。激しい戦いを見てほしい。罪がある局面では、つまし、最短の価値を狙うと語っている。電王戦での2つ目は、詰将棋の若大将。将談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。